デモクラシータイムズをご覧の皆様、こんばんは。目黒敦子です。暖かくなったり寒くなったり、この季節は何を着ていいのかわからなくなる、そんな季節かもしれませんね。さて、この1週間を日刊現代で振り返っていきたいと思います。今週の担当はニュース編集部長の小塚香織さんとニュース編集部生田修平さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず最初の話題はやはりこの話題になるんでしょうか。ゴーン氏が保釈されました。いろいろと目を引くものもありましたよね。そうですね、はい、まあ、ちょっと事件の中身もいろいろ話をしたいんですけども、はい、まず変装して出てきたっていうそうですね、でこれが今もう今ワイドショーでもそうですよね、ずいぶん取り上げられてますもんね。もうこれやってる、はい、でこれについてですね、ちょっと直撃したというか、その服を貸したっていうところが、はい、これ埼玉の丸々ハウジングっていうところなんですけども、はいはい、丸々っていうのは分からない丸々ですよね。分からないですよ、社名は伏せる、社名は伏せることですよね。そうですよね、実際の名前が直撃しましたと、はい、でこの作業服自体は日本伝送というところの作業服なんです、うん、書いてるんですよね、はい、でここはそれの下、うん、作業服は違う、ここに作業服はここの会社ので、ハウジング、そうハウジングので、はいはい、帽子が下受けて、ね、ですね。で、ここの丸々ハウジングの、がお客、ゴーンさんの弁護士が丸々ハウジングのお客さんで、うん、はい、でなんかいきなり作業服を3着用意してほしいみたいな話で、はい、で車をなんか手配してわけもわからないまま、はい、こう言われるがままに、はいはい、車を持って行ったらいきなりゴーンさんが持ってきたっていう、はい、でもびっくりみたいなですね、そういう最初だってゴーンさんが乗ってきたことも分からなくて、ただ出発したら、そうですね、なんか現場ではもう、うん、ね、そうですよね、大騒ぎだったみたいですよ、ね、なんでバイクがついてきてんだろうみたいな感じだったみたいですよね、これは変装はいいんですけど、なんでみんなと同じ格好にしなかったんだろうっていうのは私の中のすごい疑問で、 あれはね違うんですよ。要するに周りを囲んでたのは刑務官の人、うん、でその格好だから本来は要するに、まあ、弁護士さんの考えとしては、はい、この作業着だけの 3,4 人が作業を終えて帰ってきて、軽ワゴン車で出て行ったっていうのを想定したみたいなんですけど、そのゴンさんの周りを刑務官の人たちが囲んじゃったので、もうメディアが気づいちゃったっていう、そうですよね、うん、逆にめっちゃ目立ちましたよね。そういうことですね。逆に目立っちゃったって、安全ベルトっていうかこう、うん、いかにも注目してくださいっていうような感じで、一人も帽子の色も一人だけ違ったりとかして、ね、なんでここまであれにしちゃったんだろうって、ね、だから刑務官の人があんなに取り囲むというのがちょっと想定外だったってことなんですね、はい、なんかこの変装姿にばっかりこうフューチャーされてる感じはありますけれども、ね、今後どうなるかっていうところが非常に気になるところですよね。でまあ、変装姿に注目させてるのも一つ意図はあると思うんですよ、ね、っていうのは、はい、まあ、緩い話になりますよね、これもし普通にできてたら、はい、ゴーンさんこんなことをしました、こんな私物化しましたみたいな映像がね、はい、出てくるわけですよ、なるほど、こう、ね、だけどこれになることでちょっとこうソフトな感じにしてるっていうところぐらいまで考えてますね、はい、おそらくは弁護士はそこぐらい、もうとにかく無罪を勝ち取るために何をやるかっていうので全て考えてやってますんで、まあ、本当メディアの使い方も非常にうまいということですもんね、弁護士が、前の大鶴弁護士から変わって、はい、結局保釈も勝ち得ましたし、はい、で日刊現代では、保釈された、翌日の新聞で、はい、大々的に、1面の特集もそうですし、はい、あと 2,3 面のところも、はい、取り上げました、はい、で、まずですね、もちろんこの弁護士は、これは違法、無罪だということを主張するんですけども、うん、その金商法違反、過少に報告をしたとか、はい、それから背任、16億円の日産に損失を与えたという背任とか、はい、まあ、これは当たらないよっていう主張をするんですけども、うん、もう一つ主張しなくちゃいけないのが、じゃあどうしてこういう逮捕して立件までこう持ってきたのかっていうところを、はい、そこを言わないと説得力ないですよね。そこで、まあ、これはよく言われてるんですけども、まあ、日産の才川社長を筆頭に、はい、そのゴーンさんを、まあ、潰したと、うん、クーデターだという説、はい、でこれを、これはよく言われてますよね、はい、でそれに特捜もその大物を捕まえたいっていうのがありますから、はいはい、乗って
って手を握ったクーデターだと、うん、で、ゴンさんをまあやっつけるっていうの意味はルノーが経営統合をしようとしててですね、はいはい、ゴンさん昔反対だったんですけど、はい、ある時点から経営統合に乗ってきたっていうのがありまして、はい、それを何としても阻止したい日産としては、はい、技術は俺たちが持ってる、うん、はい、ね、売り上げもいっぱいあるのになんで支配されなくちゃいけないんだっていうクーデターだで特捜と握ったっていうふうに言われてるんですけども、うん、今回、取り上げたのはそのクーデターに、経済産業省、うん、ここが絡んでるんじゃないかということなんです、はい、で経済産業省といえばこれ今安倍内閣って、はい、経産省内閣って言われるぐらいで、うん、要はもう、はい、特捜が勝手に暴走したんじゃなくて、うん、もうその政府が、一体となってそのクーデターに、はい、日産と組んで、うん、で特捜を動かしたっていう、はい、のじゃないかっていうことを書いてます。でそこをおそらく今回の廣中弁護士は暴いていくんだろうと、うん、っていうのは廣中弁護士ですね8日の会見でこういうふうに言ってるんですね、はいはい、これは大鶴さんなんか前の弁護士ではなかったことなんですが、うん、日産という会社、はい、そこに絡んでいるかもしれない経産省、はい、どういうふうにリンクしているのかという点については注意をしていますと、はい、うん、経産省、はい、私、うん、メス入れますよという宣言をしているわけですね、はい、そうですね、はい、さりげない感じけどすごく重いというかね、そうですね、はい、で、この記事で書いているのはじゃあそういう関係してるんじゃないかという状況証拠がこれだけありますということなんです、うん、はい、でゴンさんが逮捕されたのは、去年の11月なんですけども、はい、その前に、6月にですね経産省から、豊田正和というですね経済審議官まで勤めた経産省の、はい、まあ、ナンバー2なんですけども、はい、いわば超偉いさんが下っていると、うん、で加えて、これアメリカのウォール・ストリート・ジャーナル紙だけが報じてるんですけどもゴンさんが逮捕される、ほんの数ヶ月前に、はい、日産がですね経産省に要はルノーが、フランス政府と一緒に、うん、経営統合に来てると、はい、でルノーはフランス政府、はい、フランス政府が筆頭株主ですから日産の場合は、はい、政府が全然株入ってませんからね、はい、それで助けてくれみたいなことを、はい、泣きついてるっていうですね、うん、そういう報道があるんですよ。だから順番からするとその天下りがあって要は経産省とのパイプがそこでできている土壌があって、うん、そして、フランス政府が攻めてくるのを助けてくれっていう、日産が経産省に話をして、うん、でその数ヶ月後にゴーンさんが逮捕されたということで、うん、これはどうもその特捜の独捜っていうだけじゃなくて、はい、そこに経産省も絡んでるんじゃないかと、うん、で廣中弁護士はそこも見てますよと言っている、うんうん、はい、でこういう展開がおそらくこれから、ポイントだなと、はい、そうですね、で特捜のクーデターとか日産のクーデターとか特捜が組んだとかっていうところまでは報道されてるんですけどこの経産省が絡んでるっていうところはですね、うん、ほとんど報道さ全国紙なんか報道されてないですね、はい、まあ、一部ジャーナリストが言ってたりとか、はい、このウォール・ストリート・ジャーナルだったり、うん、あと今回保釈された時もイギリスの、はい、フィナンシャル・タイムズ、はい、ここは経産省が後ろを押したクーデターみたいなことで言ってるんですね、うんうん、だから見る人はここは見てるというふうに思いますんで、はい、これぜひねここを解明していただきたい、ね、今後の、ね、展開が非常に興味深くなりますね、はい、さらにね、はい、それとですね、はいはい、あともう一つ同じ日に、はい、ゴンさん、まあ、今日産の取締役はまだ続けてるというか、はい、解任されてないんですけどもまあ、おそらく4月の取締役会とかで、まあ、解任されるんじゃないかということで、まあ、そうなるともうルノーも解任されてますから、まあプー太郎になるわけですね、ゴンさん、はいはい、で、じゃあ、再就職先っていうのはあるのかっていうところでいろいろな専門家に、はい、聞いたというのがこちらの記事ですね、うん、で、まあ、ゴンさんいろいろ功罪というか評価いろいろ分かれてるんですけども、まあ、
コストカッターというかその、そうですね、ここを削減すれば利益が出るっていうところはよく分かってるし、はいはい、それからコミュニケーションも結構能力にも長けてますしね、はい、いろんな国、フランスとかレバノンとかそういういろんな 複数の、文化的なところもあって、それなりにはやっぱり評価されている経営者だと思うんです。でもちろん、会社によりますけども、うん、こういう経営者が必要な会社っていうのは、はい、いくらでも多分あるはずなんですよね。そうですね、その、はい、税肉がすごい大きい会社だとか、はいはい、でそういうところがあるんじゃないかということ でもちろんその欧米のいろいろ有力企業を豪さんが評価しているところっていうのもあると思うんですけども、岡山商科大学の長田教授が挙げているのが結構その中国企業、うん、ここがゴンさん獲得に動く可能性があるんじゃないかということで、はい、自動車メーカーのボルボだとかいろいろ挙げてます。で、まあ、中国はその今までイケイケで来たんですけども、まあ、今どちらかというとちょっと選択と集中とか、はい、もうちょっとこうスリムにするとかですね、はい、うん、そういうところのに今局面になるときに、このゴンさんみたいな、うん、まあその多少強引でもね、はい、そういうところ瞬発力ありますからね。瞬発力もあるし、はい、そういうところを切り込んでくれるような、うん、ところが、いくらでもまああるんじゃないかっていうようなところですね。はい、そうですね。ただまあ日本に残るっていうのはなかなかゴンさんもね、もう日本そうかもしれないですね。別にこだわる必要もないですから、はいはい、ないのかもしれないですけどね。中国とか、うん、インドとか、まあ、そういうところは。いくらでも再就職先はあるんじゃない、まあ、まだ64ですから、はい、はい、経営者としてはまだまだそうですね、できる年だと思いますんでね、はい、そうですね、熱望するところは多いかもしれないですよね、はい、続いての話題ですが、元号発表まであと1ヶ月を切りました。それについての話題が出ています。はい、はい、本当1ヶ月切って4月1日ですよね、はい、発表が。ですからまあ、最近ねテレビ見てても気づくと思うんですけども、はい、どんな元号になるんだろうかとか、ね、あとはね、はい、どうやって決めるんだとかですね、はい、あとは、はい、まあ、その元号絡みというか、5月のね、はい、新天皇即位のちょうどゴールデンウィークで10連休ですから、はい、まあ、その期間ですね、なんかその旅行行く人が4倍になってるとかですね、はい、すごいですね。ハワイとか往復55万です、ね、そうですね。あと最近出てきてるのが改元詐欺っていうのも出てきて、新しいね元号になるから、はい、もうその通帳は使いませんとか、はい、その書類は使いませんみたいな形で、うん、まあ、だから、まあ、とにかくこう新しい元号っていうのがちょっと話題がどん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 出てきてるんですけども、はい、うん、それでこのじゃ誰が発表するかって話したんですけども、はい、前回皆さんすごく記憶に残っているのが、はい、小渕さんですよね。小渕さんの平成ですね。そう、小渕、まあ、元首相なんですけども、はい、まあ、当時は小渕官房長官ということで、はい、こうか、ね、平成って掲げたっていう、ね、あれをもうみんな誰でも知ってますよね、はいはい、それで今回その基本的には安倍さんは言ってるのは平成改元時の手続きを踏まえつつ、はい、やっていくって言ってたんですね、うん、だからそうすると普通に考えるとじゃあ今度発表する人、はい、誰だろうと菅官房長官かなっていうふうに、ね、はい、まあ、思うじゃないですか、はい、そしたらいや実はなんかそうでもないらしいんですよなんか普通に菅さんかなと思っていたら、はい、で、まあ、今実はこれ永田町では、はい、これが結構話題になってて、まあ、誰が実際やるんだと、はい、というのがなぜかというとその、まあ、手続きがじゃあ決まってるかというと、はい、別に決まってるわけではないわけですよ。そうですよね。官房長官がやるっていうのは決まって、はい、前回は官房長官だったというだけで決まってるわけではないので、はい、それでその前回まあそのもともとですね、はい、普通は天皇が亡くなってから元号決めるんで、はい、あんまり時間ないですよね、はい、で発表するのも時間がないので、はい、まあ、ある種バタバタの中でバッと決めたみたいなところがあるわけですよね、はい、でも今回はもうじっくりと誰が発表するかとか、そうですね、全部準備が整えられるじゃないですか、はい、そうするとある意味そこにちょっと政治的なね、はい、意味合いも込められてきて、うん、それでここでちょっと今言われてるのがなんか安倍さんが自分でやりたいというふうに思っているというか、まあ、はい、要するに菅さんにやらせたくないというかですね、なんかそんな話が出ていると。菅さんと安倍さんってはちょっとこうなんですか。安倍さんとなんか、うん、難しいところなんですけど、もともと菅さんっていうのは、はい、安倍さんのお友達的な人ではないんですよね、はい、安倍さんをもちろんその総理大臣をやるべきであるということで進言したり、はい、ずっとこう支えてきてる人ではあるんですけども、はい、
そのいわゆるベタベタの関係みたいなね、はい、あのっていう感じではない、そう思想心情みたいなのも全部一緒でみたいな、はい、そういうおいわゆるお友達とはちょっと違うので、はい、あのまあ分かんないでしょ、その2人がね、うん、まあその微妙な関係だっていう人たちも、うん、はい、まあ、います実際に。そう、なんか増えてきたかなっていう気がするんですよね。だからそういうのもあって、はい、その菅さんにはやらせたくない、まあどうせだったら自分がやる、うん、もっと言うと、はい、あの映像が要するに永遠に残るわけですよ、ずっと。でちなみにね、あの時総理大臣誰だったか覚えてます？橋本龍太郎です。違います。え、違うの？違います。竹下登さん。あ、竹下。いや、そういうことですよ。だから あの会見の時のめっちゃ自信持つ。あの会見の時の総理大臣ってみんな覚えてないじゃないですか。あ、だけど、ね、官房長官はみんな覚えてるわけですよ、はい、そうですね。だったらこのまま菅さんだけがずっと歴史に残っていって、はい、安倍さんは忘れ去られるってことになるじゃないですか。そうですね。だ今そう間違えたのはすっごい悔しいんですけど、それを言ってその意味合いがすごく強まったと思って、うん、そうそうそうよしとします、自分的に。いや、そうなんですよ。だからそういうことで、はい、安倍さんは、いや、の自分があのやりたいという感じで、はい、実際にこう安倍さんがやるのかもしれないなって話が、うん、で実はあの、はい、これはね、あの当時あの、まあ、元政治部のね、あのジャーナリストの、まあ、泉さんって方が言ってたんですけど、はい、実は竹下さんってあの時にこう言ってたらしいんですよ。平成の言語を決めたのは俺なのに歴史に残るのはおぶちなんだよなって実際言ってたらしいんですよ。でこれはなんかその直後から言ってたらしくて、ね、はい、まあ、だからある意味そのまあ竹下さんはこういう歴史になるだろうっていうのが分かってたけど、はい、まあ、あの自分の可愛いね、うん、あの弟子っていうか、はい、あの自分の派閥のね、はい、まあ、あの従ってるおぶち、まあ、おじくんにやらせてあげようみたいなね、はい、そういう意味ではその手柄は人にあげようっていう、はい、まあ竹下さんは人だったんだろうなっていうふうに、うん、このあのジャーナリストのね、はい、泉さんが言ってたんですけど、はいはい、じゃあ安倍さんは手柄は人にあげようっていう人なのかどうかという、いうふうに考えた時には、はい、うん、なるほど。でこの言語の話で言うと、うん、実際そのまあ今あの選ぶね、あの選考に実は水面下で、はい、まあ、入ってるようなんですが、はい、あのこの間ですね、その NHK で面白いというかちょっと変なニュースをやっててですね、はい、ちょうど1ヶ月前っていう日に NHK でやっていたニュースがあって、それは、はい、まあ、あれなんですよね、アンケートというか、はい、ネットあのワインの、そうか、ワインの販売会社がやったアンケートで、はい、新言語予想ランキングみたいなのがあったらしいです。ワインの会社ですか？うんうんうん、まあ、それもなんかちょっと違うんですけど、はい、まあ、はい、あったらしいんですけど、そしたら、まあ、1位から10位までずらずらって並んでたんですけども、はい、そのうち1位から7位までがあの安全の案っていう字、あ、まあ、安倍さんの案ですね、安倍さんの案ですねっていう字が全部入っていたそうで、はい、それのトップが、はい、アンキューっていうのかな、あの、あの安全の案に久しい、はいはいはい、はい、それでその NHK の中でそのアシカくんがですね、あの、あ、その静岡の沼津市の水族館でアシカくんが文字をね、なるほど、アンキューって書くようなのを紹介してて、はい、でその番組内で実際にそのランキングを見せたらずらずらずらって確かに案が多いじゃないですか。そしたらそこにいたあのアナウンサーが一緒にいた解説委員の人に向かって、あら、案が多いですねっていうような発言があって、はいはい、そしたらその解説してた政治部の解説委員が、安全安心を望む、あ、要するに平成は災害が多かったので、はい、安心安全を望む人が多いからそういう字が多いんでしょうっていうようなことをね、まあ、説明してたんですけど、はい、まあ、これはね一つ の, あの、まあ、アンケートですから、うん、実際そうなるかどうかは別として、はい、ただまあこの注目はまず誰が、うん、発表するのか、はい、そしてそこに案という字が入るのか、はい、まあ、ここが注目点かなと思いますね。確かに TSMH は使えないわけですから、うん、ね、だから A だったら使えるとかね、そう A だと使えますよね、うん、っていう話にはなる、ね、結構でもなんかこれいいなと思って意外と S だったりとかなんかしますから、結構大変ですよね、うん、選ぶ方も、うん、はい、全然来てもおかしくないですね。あ、まあ、おかしくはないですね。そう、まあ、でも逆に言うとちょっとやりすぎって話になるからね、そこは安倍さんどう判断するのかと思うんですけど、そこはあえて外すんじゃないですか。そう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 、そうじゃないと、いや、こそもそういう風に言われちゃいますから ね、 そうだと思いますよ。言われちゃうから安倍さんの性格からするとあえて外すみたいなところあるかなと思いますね。でも T と S と M と H がないと結構大変だなっていう気もしますよね。はい、どうなるんでしょうか、期待したいと思います。さあ、そしてもう一つ、大阪クロス選挙ということで、はい、話が急に盛り上がってきましたよね。8日の日に、まあ、これ
松井一郎、はい、府知事と、うん、それから吉村、はい、大阪市長の2人が、まあ、辞任するということで、はい、それで、統一地方選挙、4月の7日に行われるんですけど、そこに合わせて、はい、まあ市長選と、府知事選が行われるということなんですけども、はい、今回その、うん、要するに府知事が市長に出て、はい、市長が府知事に出ると、はい、だからまあクロス選という言い方してるんですけど、ダブル選なんだけど入れ替えて出馬するっていう、はいはい、まあそういう話になってきているんですけども、はい、これ東京に住んでると、え、何が起こってんだろうっていうのがよくわからないし、ただなんかいろいろ聞くと大阪の人もなんで、はい、なんで選挙するのっていうのはちょっとあるみたいなんですけども、うん、だからこれ今実はそれで、うん、あの日刊現代では金曜日から、大阪在住のですねジャーナリストの、吉富裕二さんという方に、はい、大阪クロス戦維新私物化選挙を暴くという、はい、うん、というタイトルで、はい、あの3回ですね上中下であの連載を、はい、金土月と3回、はい、あの連載するんですけども、はい、してるんですけども、はい、それで、まあ、そこでね実際この裏が実際何なのかというところを書いてもらってるんですけども、はい、まあ、簡単に言うとこれ都構想を実現したいっていうふうに、はい、あの松井さんなんかは言ってるんですけども、実際にこれ選挙をやって、あの統一地方選で市議選とか府議選とかあるわけじゃないですか、はい、ありますね、はい、でその選挙をやって、うん、通過して実際に都構想が実現できるだけの、議会や、ね、過半数が取れるかっていうと、今回公明党が、はい、要するに協力しないっていうことで、はい、完全に公明党と維新は決裂しましたので、はいはい、実際には、過半数難しいだろうと、はい、特にあの大阪市議会の方が、ね、ね、難しいだろうってこと、はい、あのことなんですよね、はい、だからそうなるとじゃあ何のためにやってんのかっていうと、うん、ズバリ、まあ、あの吉富さんは書いてるんですけども、はい、これ目的はどっ要するに、都構想実現のための住民投票というよりも、うん、まあ、世論の関心を集めて、その要するに選挙を盛り上げることによって、はい、維新の議員を少しでも増やしたいということが本当の目的なんじゃないかと、はい、というのがやっぱりその一時期よりも維新の人気っていうか維新陰りが見えると、はいね、はい、特に橋本さんがいなくなってから陰りが見えるということで、はい、やっぱりそこでなんとかこう盛り上げて維新自体の勢力を維持すると、はい、だからそっちが目的なんじゃないかというふうに、うん、まあ、吉富さん書いてて、はい、で実際にその今回公明党が離れたってところもそこに理由があって、もともと公明党っていうのは大阪で、衆議院選挙で、うん、自分たちの選挙区には維新立てないっていうことで、はい、今まで、まあ、ある種バーター的な感じで協力関係を保ってきたんだけども、はい、今回これで決裂するということは何を意味するかっていうと、次の衆議院選挙の時に公明党の議員がいるところに維新は立てますよって話で、そこで激突することになるわけですよね、はいはい、そうすると公明党にとっては自分たちの衆議院議員が、うん、まあ、落選の危機に瀕するということなんですけど、まあ その可能性があっても今回決裂したってところは何かっていうと、はい、まあ、公明党というか、まあ、その支援母体である、はい、あの創価学会のところが、うん、もう要するに維新松井さん、うん、松井府知事というのを賞味期限切れと判断したと、うん、いうことじゃないかってことなんですよね、はい、だからまあそういう意味では今回、まあ、このタイトルがね日刊現代のタイトル維新私物化選挙っていうんですけど、はい、要するにその、まあ、大阪府政大阪市政を、うん、まあ、都構想という名のもとに維新が私物化して結局してるんじゃないかということを、うん、はい、まあズバリ、うん、まあ、暴いていくという、はい、そんな連載で、まあ、そうするとやっぱり、まあ、ただ4月、ね、7日に、はい、選挙がありますから、はい、まあ、大阪府民大阪市民の判断としてもう一度その松井さんそれから吉川さんっていうのがこれで吉村さんがですね、こう2人で入れ替わって、うん、でも2人を当選させるのか、はい、それから議会の議員もたくさん当選させるのか、はい、その辺が、はい、まあどういう結果が出るのかというね、うん、ところが問われてるって感じなんですけどね。入れ替えもあの橋本さんと松井さんの時に前回やってますからね。前回やって、はい、なんかへえそういうやり方があるんだと思ってましたけど、うん、今回やると本当にえまたみたいな感じで、そうなんですよね。やっぱりそういう感じがありますよね。だからそこがその前回は初めてだったし、はい、あそういうこともあるのかと、うん、あとはその維新自体の人気があって、はい、橋本さんの人気もあって、ね、はい、まあ、要するに私たちはとにかく都構想を実現したいんだという、うん、その気持ちはみんな組んだので、はい、こう入れ替えてもそれを支持したっていうのがあるんですけども、はい、実際都構想っていうのは15年、はい、2015年の5月に一旦こう却下
可されてるんですよ ね、そうですね、みんな反対で、はい、だからある意味終わったというふうな見方もできますし、はい、そういう意味では大阪府民の人たちがね、うん、そのやっぱりこの入れ替えてまでもう一度選挙するってことに理解を示すのかどうかですよね。そうですね、なんかというかそのままの立場でもう一回やればいいじゃん。いやそうなんですよ。でもそうすると、ね、なぜ彼らがそれをやらないかっていうと、うん、要するにその自分で辞めてもう一回同じポジションで選挙に出ると、はい、任期が変わらないんですよ。そうすると結局ただ単にそうそうただ単にこのままでいくと、今年の10月とか11月とかの秋の任期で終わりになっちゃうので、はい、そうするともう一回選挙しなきゃいけなくなるじゃないですか、はい、だから、まあ、松井さんたちの言い分としては、まあ、選挙費用をまたそこでかけるのはもったいないしとかですね、まあ、そういう理由をまあ一応言ってるんですよ。だからそのどっちにしても同じ短い任期で選挙しなきゃいけないので、ただまあだからといってなんか2人が入れ替わって出るってことにじゃあ理解されるのかどうかですよね。だって今までやってきたことに自信があるんだったら同じ立場で立候補するのがすごく当たり前というかな感じがするんですよね。いやまあ、まあ、そうですよね。だから、ね、まあ延命策っていうのですね、うんまあそううん、プーチンがねメドベージェフと首相とか張って ね、はい、結局ずっと居座ってるようなとこありましたけど結局力持ってますよね。そうそうだから結局 ね、そうねそうなんか維新っていう政党が、うんまあ、人気はもともとあるし今もある程度あると思うけれども結果的には大阪府政も大阪市政も自分たちの中でこう、はい、要するにぐるぐる回してるっていうか、うん、そう結局本当に私物化してるんじゃないかっていう話に ね、にね見えてきてしまうってことですよ ね、はい、ね大阪の皆さんの判断を ね、見たいと思いますけどね。親も大阪にいますし妹も大阪にいるんでちょっとどう見てるのか今度聞いておきますけど聞いておいてください選挙の前にもう一回、ね、ただねこういうパフォーマンスね、はい、大阪の人好きなんですね。好きなんですよ。そうですよね、うん、そうですよ ね、そうそう大阪はちょっと日本で別だって言われますから実際にそうですよね、うん、なるほど、ね、どういう判断になるかね楽しみにしたいと思います。さ最後の話題はこちらです。あそうなんだと思った方も多かったと思いますが、明治フルーツ牛乳がまあ、販売終了ということになるんですよね。はい、はい、まあフルーツ牛乳瓶に入ったフルーツ牛乳といえば、はい、やっぱりその銭湯入、はい、上がった時にこうね売ってるので買うっていうのがあると思うんですけどね、はい、まあ銭湯も非常に減ってるんですね。で私ちょっと一回調べたことあるんですけどね、平成、はい30年でどれぐらい減ったかって分かります、はい、1万2000ぐらいあったんですけど今どれぐらいだと思います、はい、全国で銭湯の数1万2000あったんです。3000ぐらいですか。あまだ大体当たってますね。4000ぐらい、3分の1。すいませんもうちょっと上に言ってけばよかったです。いやそんなことないんですもっと減ってないんです。ごめんなさい。さっき竹下師匠はうまく間違えてよかったですけど、すいません。でまあそういうのもあるみたいなんですけども、これが明治ですね、うん、明治が終了するということで、まあそこでちょっと、まあ、銭湯減ってるっていうのもあるんですけどきっかけでその銭湯のいる、関係者にですね、はい、ちょっと取材をしたんです、はい、で意外なところが分かってきたのは湯上がりにあんまりいないっていうんです。フルーツ牛乳飲む人もともとね。なるほど。で、はい、圧倒的に多いのが、はい、コーヒー牛乳。それも分かる気がします。もしくは、はい、牛普通の牛乳。あそうなんですね。いうのが分かってですね、はい、私個人的にはフルーツ牛乳なんですか。レアケースです。あそうかレアケースなんですけど。私はコーヒー派。私もコーヒー派だけどそのなんか風呂上がりで爽やかな時にああいうコーヒーなんか甘ったるい感じですよね。ちょっとまあ本当はビール派だけど甘ったるい風呂上がりですよ。でも、うん、風呂上がり その時になんかコーヒーってちょっといや本当はシュパーンですけど、うん、それコーヒー牛乳かフルーツ牛乳かだったらコーヒー牛乳です。そうそうコーヒーというのは適度な苦味と甘みと両方みたいな。うーんなるほど。フルーツ頑張れ。まあ、でまあ結局そういうのもあって、うん、おそらくもうやめるということで。あ人気がないから。人気がないからってことですね、うんうん、そうですね。やっぱり多分ねその甘いっていうのがちょっと敬遠されるのかもしれないですよね。今結構やっぱ健康志向になってて甘みっていうのに罪悪感を覚える方が多いかもしれないですよね。昔牛乳取ってたんですけどね。うち取ってました。割と昔の家子供の頃は子供ありましたよ。でたまにね牛乳に3ヶ月に1回ぐらいだと思うんですけど、はい、サービスでフルーツ牛乳を。あはいはい、はい、めっちゃ美味しくてですね。もう飲まないうちに俺が飲むみたいな感じ、だから多分ね、はい、
しょっちゅう飲むもんじゃないと思うんですよ。そうそういうのですね、毎日フルーツ牛乳がね、はい、家の前に置かれると多分嫌だと思うんですけど、はい、3ヶ月に1度ポンとこうね、はい、あ、それはわかります。まあ、だから逆に売れないっていうことになるんでしょうかね、はい、あ、まあ、はい、こういうのも消えていくんだなと思って、まあやっぱりねこう販売終了っていうのはなんか寂しいですよね。寂しい感じがしますよね。なんか今度多分ペットボトルでということになると思うんですけど、あの瓶の飲み口のあのひんやり感っていうのは、そうなんですね、やっぱりこう一つのね、でそれね、なんか明治が過去に調べてましてね、これも取材で分かったんですけど、飲み口が小さいので、香りを強く感じて、でその瓶のひんやり感が交換されていると、はい、お風呂上がりにいいと、お風呂上がりにいいと思います、いうことなんですよね、はい、で確かにね、そのコーラとかもね、あ、だから瓶のコーラ、瓶のあの 190ml のあの瓶のコーラしか飲まないっていう人多いですもん、特に年配の方、ありますしね、はいはい、やっぱり非常に販売が終了するっていうのは残念だなっていうことですけど、うん、ただこれ明治がやめるだけで、はい、あの世の中からフルーツ輸入が消えるわけじゃないんです、ね、そうなんですよ ね、 そうですよね、銭湯でも明治以外のを置いてるところだったらまだあるかもしれない、でちょっと調べたんですけど、はい、これを喋ろうと思ってるんで、小祝いと雪印、はい、はい、まだ販売続けます、はい、そうなんですね、だから入手可能なんで、はい、はい、じゃあフルーツ牛乳ファーは小祝いと、まあ、そっちに注文が集中するみたいな、雪印のところに、で明治のとかもしかしたらペットボトルになってるものを飲むことになるかもしれませんよってことですよね、そういうことですね、はい、ですね、はい、まあね、販売終了って聞くとやっぱりちょっと寂しい気もしますけれども、ね、まあ、いろんな形に変わっていくのかもしれないですね、はい、ということで今回も4つの話題について、お話をさせていただきました。本当に言語発表まで1ヶ月を切ってどうなるか本当に楽しみだなという感じが、一番いたします。さて来週も日刊現代とともにお過ごしいただければと思います。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。